マークニック、ポスティングシステムってどう思ってる？マー君本人に聞いてたらすごいですけどね。さて、このポスティングシステムについてですね、張本人となる選手はどう思っているのか、とあるマー君に聞いてみました。とあるマー君とかどうぞ。石川ミリオンスターズの北正夫です。まあ、野茂がああいう形でアメリカに渡って成功して、そこにフリーエージェントっていう権利が僕らにできて、で僕もその権利を取ることができたんで、アメリカに行くチャンスができたということになって、そこでじゃあ行ってみようかなと思ったんで行きましたけど、その当時はですね、野茂とかイラブ君とかは球団と喧嘩したりとか、まあ、揉めに揉めていったりとか、まあ、長谷川の場合はまあ円満に行ったりもしたんですけど、基本的にそのルールがなくて、どうやって言っていいかわからないところから、今度 FA フリーエージェントっていう権利ができて、僕らは使っていって、まだ当時はポスティングがなかったんですけど、もともとがメジャーリーグ側が慌てて作ったというか、あまり協議もせずにポンポンポンって作ったルールだと思うんで、当時からあんまりいいルールじゃないなとはずっと思ってましたけどね。で、前から僕は言ってんのは、上限とかじゃなくて、売る側のね、日本の球団が最初からそのこの選手は何億だよっていうことを売り値を決めちゃえばいいんじゃないかなと。だから例えばまだこの選手には行ってほしくない、でもポスティング申請しなきゃいけない、じゃあ例えば誰がどう見ても10億ぐらいだったらどっか球団言ってくるかもしれないけど、でもどうしても出てほしくない、でもポスティング申請しなきゃいけない、じゃあ10億じゃなくて100億だよと。だったらメジャーリーグはその選手100億じゃ買えないなと、じゃあ諦めようって、当然選手は残んなきゃいけない。だからそういった本当に適正な価格で出したいと思ったら50億だったり、例えば極端なことは5億でもいいよって選手もいるかもしれないし、それだったら5億で売ればいいし、まあ、だからそういうふうにあらかじめ球団側がちゃんとね、売り値を決めて売りに出せば、メジャー側も何億だろうって思ってやたら高い金額つけなくても済むし、で最初からその金額が決まってるんだったら、それを最初から考えてメジャー側も話し合えばいいだけの話なんで、でその金額で買いたいっていう球団が何球団かあれば、その中から選手が選んで交渉すればいいんでっていう、そういうルールの方が多分分かりやすいんじゃないかなって思って、ずっとそう近いところにはやってるんですけどね、なかなか大きくは入れてないんですけど。ということでですね、元読売巨人軍、はい、木田正夫投手、まさにマー君から、ね、木田さん、ね、木田さん、木田さんです。木田さんはでも巨人に入団した後、オリックスブルーウェーブを得て、うん、その後 FA 宣言をして、日本人8人目のメジャーリーガーとして、デトロイトタイガースに入団、その後、ロサンゼルスドジャースからシアトルマリナーズで、今はですね、日本の独立リーグの石川ミリオンスターズで、現役をまだ続けてるんですよ。まだ続けてるの。あれ、吉本入ったんじゃないの、この人。入ったかもしれないけど、いや、どうでしょうかね。でも、野球は続けてます、独立リーグで。あ、それ石川です。石川です。石川です。で、北さん、あの、イラストが得意なんですよね。そうなんですね。とにかく昔から。スタジオに。はい、そうで、今日、皆さん5本用意したんですけれども、はい、この度、木田正夫のプロ野球選手名鑑って、うんうん、この名が名前の名じゃなくて、迷っている名鑑という本まで出版されてる。この人はもうずっと上手だね。似てますよね、それ。割と簡単な絵なんだけど、特徴を使って、はい、面白いんですよ。ユニークな、あの、はい、絵なんですよ、この人の。なぜさんまさんまで書いてなんかこれあの毎年あのクリスマスアカシアサンタで、ね、アカシアサンタに絶対出るのでね、なんかすごく大の仲良しなんで、僕も以前ニューヨークにあの仕事で行った時ね、我々ね、木田選手にデトロイトタイガースに、ああそうそう、届け物をしに行ったね、はいはい、に会って、うん、でその時にグローブをもらったりとかね、はい、はい、優しい人ですけど、ね、はい、でも確かにいいねでこっちで球団で決めちゃうってのは確かにありだね。そうね、ただ上げたくない選手マー君がじゃあいくら楽天が行っちゃうのか、そうするとマー君一生出れないみたいなことなのかもしれない、楽天の場合はだったら別に行っていいよっていうことだからさ、うん、いやそうだけど、うん、だってこの今その今の木田さんのルールだと楽天は200億ですって例えば行っちゃうわけでしょ、じゃなきゃ言うかな、まあまあそう、まあだからどういうあれですよね、そのアメリカの選手との兼ね合いとか年俸とかいろんな価値をですね、その値付けするっていうのは非常に難しくなりますね、
はい、金銭トレードみたいなのにちょっと近いのかな、近い比較的に、ね、だから今回もその上限額は日本の球団が決めるんですけども、うん、じゃあそれは一体ですね、いくらその設定すればいいのかっていう部分もあるし、うんうんうん、そのいい選手だったらいいんですけども、うん、やっぱそこそこの選手だったら、なおさら難しいと思うんですよね、うんうん、その入札ゼロって可能性もありますから、うんうん、そうですね、はい。